特集キャッチです。西日本の空を守る追記基地、ここに航空自衛隊史上初となる F2 戦闘機の女性パイロットがいます。危険と隣り合わせの過酷な訓練に日夜臨む姿に密着しました。先月、福岡県築上町の航空自衛隊追記基地で開かれた航空祭、大空を舞台にした華麗なショーに訪れたおよそ6万8000人が胸を躍らせました。地上ではファンからサインや写真撮影を求められる女性の姿で、水越美咲、二等空尉、27歳、自衛隊発足から今年で70年目、初めて誕生した F2 戦闘機の女性パイロットです。戦闘機はまだ女性が少ないっていう状態で、自分もどこまでできるのか挑戦したいっていうところが一番根底にある。水越さんは今年7月追記基地に赴任しました。この日の出勤は午前8時前、手慣れた様子でコーヒーを入れると、同僚たちが使う鉛筆を一本一本削るのが若手隊員の朝の日課です。もう尖ってる小さいところに文字書きやすいんで、まあ姿勢ですね、フライトに臨むということで、あの身だしなみを整えると同じような意味でやっております。おっしゃる通りです。水越さんが操るのは青い迷彩が特徴の F2 戦闘機。航空自衛隊で F2 戦闘機を操縦できる女性は水越さんただ一人です。特殊なスーツなどおよそ14キロもの装備品に身を包み訓練に臨みます。お願いします。お願いします。2機見えないとグッていっちゃダメだぞ。はい、敵対に2機インサイト。よし。追記基地のパイロットが乗る F2 の最高時速はマッハ2、音速の2倍の速さに達し、最大で 9G、 重力の9倍の負荷が全身を襲います。およそ1時間にわたる過酷な訓練フライトを日夜繰り返し技術を磨きます。西日本の空を守る追記基地、有事に備え5分以内で戦闘機が離陸できる体制を24時間取っています。一斉に走り出すパイロットと航空機整備員、不審な航空機に対応するために戦闘機が緊急発進するスクランブルへの備えです。昨年度の緊急発進は全国で778回、領空侵犯の恐れや領空に入ってきた外国の航空機に対して退去の警告などを行うのが主な任務です。まずは、正確な存在で、まあ、有事が起こらないように24時間365日空における、まあ、不法行為があった際に対処できるように、訓練をしています。
水越さんは最近基地の外にある官舎に引っ越しました。趣味の一つが料理です。去年結婚したパイロットの亮太さんと同じ食卓を囲みます。なんかどのタイミングで、あ、仕事終わったなって思います？帰ってきてフライトスーツを脱いで洗濯カゴに突っ込んだ時です。奈良県出身で学生時代はバスケに熱中。パイロットに興味を持ったきっかけは、高校生の時友人に見せてもらったブルーインパルスの動画でした。美しさとその危険さの相反するようなものが混在している状態っていうところにすごい惹かれて、そこからパイロットになりたいなというふうに思いました。それまで目指していた理学療法士への道ではなく、大学卒業後航空自衛隊に入隊。4年にわたる過酷な訓練や試験を乗り越え、女性初となる F2 パイロットの道を切り開きました。周りの人とは何か違うことをやってみたいっていうところも一つあったような気がします。女性第一号を目指そうかなっていうところで F2 にしました。引っ掛けてまず一機でもいいからすぐ見ること、はい、敵の位置プラスこいつの体型の話が来るから、はい、なでこうだったらどっち狙うんだ。この日の訓練は戦闘機対戦闘機の空中戦です。何度も入念に打ち合わせを行いフライトへ。空は視界を遮る厚い雲に覆われ、周りの戦闘機を目視で捉えることができません。2ブラインド、はい、3オクロックレベル。見えない。過酷な環境下で求められるのは訓練で培った技術と冷静な判断力です。2タリッシングウェブブラー0404000。はい、ロック新規レベルです。2コンタクトリードトレース。もう1機いるぞ。パイロットの戦場は海面ギリギリから1万メートルを超える高さにまで及びます。瞬時の判断が命に直結する大空の世界。一瞬の気の緩みも許されません。レーダーが全然映らなかった。その後も地上でフライトを再現できるシミュレーターを使い課題と向き合います。信頼されるパイロットになるために。これが何だと思います？ミサイルと思うやん。あの燃料タンク。この日追記基地にインターンの高校生が訪れました。航空自衛隊でいうと必ず自分がやりたい職種がどこか絶対である。およそ1500人の自衛隊員が働く追記基地、30ほどある職種にそれぞれが配属され、基地の中はまるで小さな町です。やっぱ目とかって良くなったんですか？目はね、強制視力で 1.0 以上あれば
大丈夫。全然私も今コンタクトつけてるし。少子化が進む中、自衛隊は隊員不足が大きな課題となっています。自衛官の定員はおよそ24万7千人ですが、昨年度の隊員数は22万7千人余り、定員を2万人下回っています。人材確保は今後ますます難しくなることが予想され、月に2度ほど行う学生向けの基地見学会などで自衛隊の仕事を知ってもらうことに力を入れています。先輩方 に追いつき追い越せの気持ちで、まあ、日々の訓練に臨むこと、知識も技量もしっかり身につけていくことがパイロット目指す子たちにもいい影響を与えるのではないかなというふうに考えています。自分が成長することでパイロットを目指す若い世代にとっての道しるべに。水越さんは女性初というプライドを胸に今日も操縦桿を握ります。